虫群代表、日本肉食昆虫界の裏番長、オサムシ。さあ進藤さん、このオサムシはどんな虫なんでしょうか。死肉ばっかり食べるイメージから反して、はい、意外に凶暴です。おー、ということは楽しみな。楽しみですね。はい、ファイターですね。はい、毒虫群代表、日本毒虫界の皇帝、トビズムカデ。はい、このムカデの特徴を教えてください。はい、日本の本土の中のムカデでは一番毒が強いですね。はい、ああ、なるほど。はい、鼻も大きいんでしょうか。ちっちゃいですね。小さいですかね。はい、はい、はい。さあ本日は解説に、はい、監督の進藤冬樹さんをお迎えしております。はい、進藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、この対戦はどうでしょうか。これはね、オサムシは実は死肉ばかりを食べるって思われてるんですけどね。なるほど。生き虫も襲うんですよ。あ、そうなんですか。はい、しかもこういう細い相手には結構食欲を。ああ。はい。ミルワームっていうか、そういう、はい、まあちょっとウジというか、はい、そういう幼虫系を結構好んで食べるミミズとかね。なるほど。オサムシはあるんで、ちょっと、はい、その意味では意外と。意外と書いてるかも。もうちょっとね、今行きましたよ。はい。結構ね、はい、こうやって素早く逃げ回っているように見えながら、はい、攻撃仕掛けるんですよ、オサムシは。なるほど。はい、ちょっと見てると、ほら、今も噛んでますよ。そうですね、先にね、オサムシがやっぱり噛んでますね。そうですね、はい、結構攻撃を加えてる感じですが、はい、あ、でもね、ただね、ムカデもやっぱり噛まれたら逆に噛み返そう、はい、あ、今もオサムシが行って逆に噛み返す。でもね、ただこの甲羅はなかなかね、はい、ムカデの牙で通らない。結構硬いんでしょ。硬いですね、オサムシ。なるほど。結構小刻みにこうフットアンドウェイで、なかなか、すごい。まあ、オサムシもでもそう、うまく戦ってますね。戦ってます、戦ってます。はい、ちょこちょこ噛んでるんでね。はい、あ、結構いいですね。これ何度か繰り返してるとムカデの方がピンチかもしれないですね。なるほど。はい、ムカデちょっと逃げる一方でしょうかね。あ、でもやっぱりあれですね。はい、攻撃は加えてるんですが、そうですね、やっぱりちょっと決定打がないですね。はい、ないですね。はい、共に。そうですね。はい、有効的な攻打撃は加えない。オサムシも、ね、結構かじってるんですけど、そうですね、ちょっと牙が小さいんで、そうですね、はい、一撃というわけにはね、いきませんでしたね。そうですね。はい、ただいまの試合、判定の結果、ドロー。